新潟のボスを倒しましょう。まあ久しぶりのロボットバトル、拳に思いを込めて、ね、その米佐渡島行こうぜ。花の刑事のね、佐渡島編は名作でしたね。行くぜ。まあ新潟といえば米だね。おにぎりっぽいのが転がってきたぞ。梅おにぎり。あー、米が、なんてひどいことを。米だ。あ、くっついた。豊作丸、100万石の弾丸。遠距離攻撃してきそうだ。無強化だからな。巨大戦艦雲幕。もう変身バンクは全部同じだと思うけど、まあ同じだと思う人は飛ばしてください。自分で。これね、ボタンをね YX 攻撃にしてるから、ここで LR 攻撃になるの結構違和感あんだよね。行くぞー。あ、引きやがった、あいつ。おお、結構来る、結構来る。前だ、詰めろ。おいおいおい、もろすぎー。詰めろ詰めろ、ミサイルだ。おー、行って戻ってきやがった、あいつ。もう一段階いった。ワン、ツー、スリー、フォー。じゃあ死のっか。あれ？ガードするな。素直にガードするか。うん、結構削られる。でけえ。のあれはガード、大丈夫大丈夫だよ。ノーダメノーダメ。カウンターを。立ち上がれ立ち上がれ立ち上がれガンダム。入った。ほら、やっぱダメージにね限界あんだよね。それを考えると必殺技強化よりもヒットポイント強化の方が良さそうな気もするね。何？おお！あ！カウンター！そういうのもあるのか。お、なんかまたもろくなったぞこいつ。遠距離モードか。さあ最終段階。あれ立ち上がらなかった。でもまだ体力あるからね。遠距離からビームかますのもありかもしれない。今近距離モードだ。バカが、クレアー、ガードしてない。おお、いつの間にアイスミサイル撃ってたんだ。で攻撃が激しい。
バカだ。決まったな。工事完了です。さあ次だーれ。キューピー3分クッキング。なんだろうこれ。よもぎ赤ちゃんでちゅーバーブー。仏の座、天上天下優雅独尊とか言ってそう。助けてくれてありがとうございます。私は七草姫の仏の座というのじゃ。なんだこいつ、直接頭に。なんと意志が直接伝わってくる心が安らぐ温かい声です。仏の座はスーパー得の高い不思議な力を持つ赤ちゃんなんですよ。すべてテレパシーです。009かサイボーグ戦士バブバブ、あなた方のことはすべて見ておりました。ぜひ私も協力させてください。よろしく頼むぜ仏ちゃん、うん、4人ですね。半分超えましたね。さらに北を目指すでござる。最終的に関東に戻ってくるパティンか。さあ福島、山形、岩手、あれ青森がボスか。リンゴの木だと思います。もしくはでっけえリンゴだと思います予想。それじゃあね、うんちくとお土産チェック。うんちくね、これ逆から逆いけないから遠いんだ。遠すぎー。はい、まあ新潟なんでね、米系のうんちくお願いしますね。新米とは収穫した年の12月31日までね、精米を袋詰めしたものだけなんだよと。つまりこの秋にできた米の、12月31日までで、1月1日から新米といって売ってるのは、詐欺です。そういうことね。海水に金、海にはたくさんの金が溶けているんだよ。1トンの海水にほんの少しだけしかねえんだって。とほほ。ジュースのパッケージ、果汁 100% のみ、フルーツの断面が使えるんだよ。 5% 未満はリアルなイラストもダメダメ。メートルを漢字で書くと米だよね。米付き、米ってイメージはあるけど、月まで書いたのあんまり記憶にないな。サラダ味は野菜味。これね、よく見るサラダ味、野菜味ではなくサラダ油をかけて塩味だよね。サラダ味って実質塩味だもんね野菜味ではなくて塩味です。へえ、なんか知ってることだけど、こうちゃんとうんちくとして正しい知識としているとまた別のね感覚が。さあまずはお面チェック。お、何これ、星の子キラコ、キラキラスマイル、俺の一押しだぜ、ね、あそこのね、ジェットコースターが結構お金貯まったんで余裕あるね。とりあえずブーメラン買っといて、お次はね、これで江戸で行きますか。いや江戸はね、江戸に戻ってきた時にでもいいかもね。それじゃあお土産、まあ米だと思ってる俺。おにぎりマシンと、あれ何わかんねえいやボス戦のところは取った時の演出ないからね、マジでわかんねえ。あチューリップさんおりますな。なんだろう、なんの鳥かすらわかんねえ。ウコッケーではないね、黒くないし。ニワトリなのかフクロウなのかキツツキなのか何にもわかんないよ、これだけじゃ、ね、そしてまあおにぎりマシーンね、珍しいよね。他のところこれ全部奥の方があのボスだったんだけど、ほら手前の方にボスがいる。タコ焼き、
で今回の新しい姫仏様神じゃねえか私はいつでもあなたの味方です。オスお力になれるように頑張ります。日本全国回るなんて素敵ですね。オス美味しいミルクが飲みたいです。オス私はいつでもあなた回ったかな。なんだか眠たくなってきました。赤ちゃんは寝るのが仕事。やんパブパブミルクね、お願いする五行班にお願いする。やん、ちょっと仏さんがミルク飲みたいって言ってるんですけど、セクハラかな、セクシャルなハラスメント。さあそれじゃあね、行きましょう行きましょう、行くぞ。